森ガールは2000年代に流行したファンタスティックな文脈で森にいそうな女の子をテーマとする緩く雰囲気のあるものを好む少女趣味のありようまたはそのようなファッションスタイルであるコンセプトはあくまでも空想的なものであり実際の森林での活動を試行するファッションではない森ガールという名前はソーシャルネットワーキングサービスミクシーの森ガールコミュニティ管理人が 友人に森にいそうな格好だねと言われたことに由来する。このコミュニティは2006年8月に開設されたが、その後2008年頃から森ガールが話題になり、2009年6月の段階で3万5000人余りを集める人気コミュニティとなった。ネットで森ガールという子が話題になるに従って雑誌などのメディアも取り上げられるようになったが、 雑誌で反応が早かったのは2009年2月14日にファッション誌スプーンの別冊として発売された森ガール A2Z でその後いくつかの出版社からも同様のムック誌が出版されたファッションスタイルの例としてはおおよそどこか癖のある A ライン気味のるいレトロな花柄ワンピースにタイツとペタンコ靴を合わせるといったコーディネートやゆったりとしたシルエットで ボディラインを隠すレイヤードスタイルなど。素材はコットンなどでホワイトやカーキなどのナチュラルなカラーでまとめるのが一般的とされ、フォークロアボヘミアンファッションを取り入れたコーディネートも多い。2009年の春からは原宿でも目立つようになってきたが、もともとは高円寺や下北沢、大観山界隈で見かけることが多かった。また森があるコミュニティでは ナチュラル系やロリータ系などとは違うとされているが、外見だけでは違いを見分けることは難しいという意見も見られる。ファッションと同時に生活雑貨にも、きなりの素材感や淡い色彩を基調とした天然素材を用いた雑貨、自然派を感じさせる北欧由来の雑貨を好むとされた。スプーンの森が RA2Z では、るい感じのワンピースが好き、カメラが好き、手作りが 好き、雑貨屋さん巡りが好きといった思考が挙げられた。モリーガールを代表するファッションアイコンとしてフランス・パリでの取材を受けたモデルでデザイナーのメグはロリータやゴシックロリータに続く原宿カルチャーの新しい流れの一つとして受け止められていて新鮮だったと後日インタビューで話している。しかし2012年頃にブームは衰退。流行が エレガンス志向に走ったことや、森ガールファッションを好んでいた世代が30歳代に入り、似合わなくなったことなどが原因とされている。ABCD 日系トレンディネットハット ABCD 日系ビジネスオンラインハット、ビスプラスコラム、森ガールが、しつけ役民族系、ファッション人気最年の分け、モードアップデート大阪の、森ガールふわふわ、重ね着。 読売新聞2009年11月11日東京勇敢視野面4ページ森ガールにも芯がある自然っぽく自分らしく日本経済新聞2010年1月23日長刊、29ページ彼女たちはどこに消えたのか元祖森ガールがデザイン注目の森ガールブランドが東海地区に初登場森ガールはいや 作られたイメージに嫌気がさした。青い優。ありがとうございます。